皆さんこんにちは、ひとしとしあきです。前回キャプテンシーとリーダーシップの違いみたいなところをお話しさせていただきましたけども、いかがでしたでしょうか。キャプテンというのはね、上と下にこう挟まれてですね、その中でどうやって全体最適を担うかというポジションにいるので、いわゆるこのリーダーと言われている人とキャプテンと言われている人のちょっとこう役割みたいなところってね、違うんじゃないかなと思っていますけども、今回はですね、リーダーとかキャプテンってね、そもそもなんか生まれた時からキャプテンなのか、後天的に備わるものなのか、まあよく聞かれたりもするんですけども、僕もまあ実はずっとキャプテンやらせていただいたんですけども、まあ中学高校大学社会ずっとねキャプテンとしては失敗しまくったんですね。ただなんかその中からこう、あ、こういうことがあったんだとか、こういうふうにやったらもっとうまくいったんだとか、キャプテンってどうあるべきかみたいなことを常にこう学んで成長し続けた結果として日本代表で30歳でキャプテンになったんですけども、ようやくなんかこういいキャプテンになれたんじゃないかなと思ってますし、僕自身やっぱこうキャプテンとしてやっぱ大事だったことはですね、まあ自分自身がどうあるべきとか、どんな人になりたいかっていうものを持った上で、こう周りの人と一緒になんかこうやっていこうって時にいいねみたいなことを思ってもらいましたし、まあリーダーシップっていう観点から考えると、二人一組である人がこんなことやろうやつ、あ、いいね、じゃあやってみようみたいな、これでもリーダーシップでなると思うので、なんかリーダーシップって難しいなとか遠いなとかじゃなくて、こんな簡単にね二人一組でもね成立するようなもんじゃないかなと思う。まあ皆さんの職場とかね、もしかしたら家庭とかね、まあ発揮する場所ってたくさんあると思いますけど、皆さんいかがですかね。まあ最初からいきなりキャプテンシーとリーダーシップって思ってやるとね、ちょっと大変かもしれませんけど、まあご自身がちょっと得意な分野でこんなことやったらどうですかとか、ちょっと家族と触れ合うときにこれやってみたらどうなんやろねみたいな、こんな一言でもね、なんかリーダーシップにつながることはあるんじゃないかなと思いますので、僕もですね、子供に対してこう接するときに、まあ自分自身がリードしてこうやれとかこうやっていくぞみたいなところもいいんですけど、なるべくやっぱり子供は子供の人生もありますし、子供の考えもあるんじゃないかなと思うので、なんか何したいとかどう思ったとか、じゃあ一緒にやってみようかみたいな形でちょっと彼らにこうイニシアチブとかを持ってもらうようなことをやるとですね、あ、自分で決めたことやったら頑張ろうとか、もし仮にうまくいかなかったとしても、そこから学ぶことがあるんじゃないかなと思っているので、まあ僕はなんか親で大人やから全部知ってる、ただ単に上から教えるっていうんじゃなくて、なんか彼が持ってるものを引き出すとか、彼からちょっとこうやろうっていうことを言ってもらうような、そんなシーンを作りながらやっていけるといいんじゃないかなと。今日はね、まあこうリーダーシップとかキャプテンシーみたいなところっていつからどうやって持ち合わせてるもんかなみたいなところでしたけども、もう後天的な要素ってたくさんあるんじゃないかなと思いますので、ぜひとも皆さんアクションして学んで、そこから成長し続けるっていう姿勢を大事にしていただければ嬉しいなと思っています。今日はこのあたりで終わりたいなと思ってますけども、まあ、また皆さんの感想とかコメントをいただけるとですね、僕にとっても学びになりますし、まあ、きっとその YouTube を見ていただいている他の方にとっても、あ、こういうこと考えておられる方おるんやみたいなところから、なるほどなということもたくさんあるんじゃないかなと思いますので、まあ、インタラクティブで物事を進められたら嬉しいなと思います。引き続きよろしくお願いします。